こんにちは、キラリオインテリアの三浦です。玄関やキッチン、サイドボードやキャビネットにお気に入りのオブジェを飾ったら毎日ちょっぴり癒しが増えそうじゃありませんか。今回はどんなお部屋にも馴染みやすいナチュラルで温かみのあるオブジェを6つご紹介していきます。それでは行ってみましょう。まず1つ目がこちら。デンマークで最も知られているデザイナーの一人であるカイボイスンの木製フィギュア、モンキーのミディアムサイズです。1951年に発売されて以来、子供から大人まで多くの方に愛され続けているこのお猿さん。なんとフックになっている手や足はスマホやタブレットを置くホルダーの役割も。木材にはチーク材が使われており、オイル仕上げとなっています。ヨーロッパの安全基準をクリアしたオイルを使用しているので、お子様が口にしてしまっても安心ですよ。年月とともに深い味わいに変化していく木の風合いを感じられ、大切にすることが楽しくなるようなオブジェです。2つ目はフィンランド生まれの白熊の貯金箱です。こちらはもともとフィンランドのノルディア銀行のノベルティとして子供たちに配られていた貯金箱を復刻したものです。背中にコインを入れる穴があり、そこには鍵で閉会する蓋がついています。この貯金箱が子供たちにプレゼントされていた頃は、鍵を銀行に預けておき、貯金箱がいっぱいになったら銀行で開けてもらっていたそうです。貯金でいっぱいになった白熊の貯金箱を手に銀行へ向かう子供の姿を想像するとほっこりしますよね。素材はプラスチック製なので陶器より折れにくく扱いやすい仕様です。クリクリした目にぽってりとした体型の愛らしい白熊は、貯金箱としてはもちろん、オブジェとしてもお家を明るく彩ってくれますよ。3つ目はデンマークの陶器ブランドケーラーのキャンドルホルダー、アーバニアシリーズ。教会や塔、お家やアパートなどデンマークの街並みをモチーフに作られており、ご自宅で北欧気分を味わうことのできるアイテムです。たくさんの小物はなんとすべて専門の職人の手作業により仕上げられているため、一つ一つに個性と味わいがあるのが特徴です。キャンドルを灯すと窓からこぼれる温かい光にうっとりしてしまいますね。一つでも存在感があり可愛らしいですが、少しずつ集めてお家にデンマークの街並みを再現するのも楽しそう。キャンドルを灯さずオブジェとして飾るのも、お部屋を温かくスタイリッシュな雰囲気にしてくれますよ。4つ目はカイボイスンの木製フィギュア、ベア。コロンとした手足や丸みのある愛くるしい体型につぶらな瞳、ちょこんと座る姿がテディベアのようでとっても可愛らしいですよね。首、肩、股関節は360度可動式なので、いろいろなポーズが楽しめますよ。木材はオーク材をベースに、首からお腹にかけてはメープル材を使用しています。どんなインテリアにも馴染みやすいシックな色合いで、お部屋に置いておくだけで心が癒されますよ。5つ目はカイボイスンの木製フィギュア、ラビット。以前はヴィンテージ市場で希少なコレクターズアイテムとして人気を博していましたが、復刻されたことで状態の良い新品を買えるようになりました。このウサギは肩、股関節が360度可動式、首は前後に動かすことができますので、立ち上がったポーズと座ったポーズ、2パターンで飾ることができます。今にもぴょんと飛び立ちそうなウサギさん、愛くるしい姿に心癒されます。木材にはオーク材を使用しており、年月とともに変化する木の風合いを楽しめるのも特徴です。最後はカイボイスンの木製フィギュア、モンキーのミニサイズ。一つ目にご紹介したモンキーシリーズの一番小さいサイズです。大きさは手のひらに収まるくらいのサイズ。こんなに小さいのに可動式の手足や足元の刻印など細やかな作りとなっています。お気に入りのキャビネットや植物などいろんなところにぶら下げることができますよ。小さくても愛くるしい表情やポーズでお部屋の中で存在感を放ってくれること間違いなしです。いかがでしたでしょうか。愛くるしい北欧オブジェをお家に迎え、お部屋に癒しの空間を増やしてみたくなりませんか。今回ご紹介した商品は
概要欄にまとめてあります。気になった商品はぜひサイトにてチェックしてみてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。